ほどにお迎え、ツアーコロートクロー大輝OK、それではこちらもルールは先ほど同様45秒の2ムーブとなります。先行後攻当然決めずにこのままいきたいと思います。それではラストのバトルとなります。皆様もう一度この2人に最後のエナジーを送ってあげてください。決勝始めてよろしいでしょうか。ありがとうございます。 OK、 それでは最後の最後のバトル熱く盛り上がりましょう。オーライ、それでは参ります。ホノリン VS 大輝サニースマイル101バトル決勝戦参りましょう。 DJ サトル、レッツゴI'm gonna go.
いやー、決勝最後まで出し切ってくれました、ありがとう。ほのりん、そして大輝。さあ、ただいまジャッジの皆様によって競技を行っております。さあ、この決勝すんなり決まるかどうかというところですね。いや、でもこのバトルを見る限りそんなにパッとは決まらない雰囲気。あ、そうですね、やっぱりジャッジの皆さんはもうここはしっかり競技、本当にですね、このトーナメントここまでね勝ち上がったらやっぱりタフ、ベスト8からね2ムーブなのでかなりのエネルギーを使っていると思いますが、決勝もナイスダンスをありがとうございます。さあ、緊張する瞬間ですね、このドキドキする瞬間、皆さんの中ではどうですかね。ご自分の中ではこっちからあっちからあると思います。お決まりになりましたか。ありがとうございます。では、代わりましてペッチ、今度は真ん中に入っていただきましょうか。さあ、それでは両者ペッチの手を取り中央へ。さあ、年末への切符は掴んでいる2人ですが、本日の栄冠を掴むのはどちらでしょうか。それでは、発表に移りたいと思います。サニースマイル101バトル決勝、ホノリン VS 大輝、本日の優勝者は、ジャッジ大輝。イエス、おめでとう。ホノリンもナイスでした、ありがとうございます。さあ、チャンピオンが決まりました。さあ、このまま、表彰に移っていきたいと思います。ホノリン、まだ表彰がございます。先ほど、戦ってくれたサイマスとベリネイニーもステージの上にお上がりください。大輝もそのままステージの上で、大輝お願いします。これ絶対言われたことある。俺もなんか今浮かんじゃったから言っちゃったけど、ごめんな。